見た？はい、どうもりーです。どうも、こんにちは。舞台は、クセア温泉縄張りバトル。これは、前に撮った動画をそのまま流しているだけなんですけども、はい、4月13日、土曜日、から、4月15日、月曜日の9時に開催される、新しい夏のフェスですね。これ、夏フェスなんですけど、見ました、みんな。はい、最初にブーンあったじゃん、いっぱい。あれは、見てってことね。見てって。オッケー。あれ見てってことね。で、今回、フェスの内容なんですけど、1日貸し切るなら、まあ、どこにするか。で、選択肢が、ビーチ、遊園地、そして宮殿という、この3つですね。この、3つを貸し切るなら、どこ貸し切れますかっていう、まあ、ちょっと夏っぽい感じまあ出てると思うんだよ。夏休みってさ、結構時間あるじゃないですか、みんなも。部下遊びに行く人もさ、宿題やる人も多分いると思うんですけど、まあ、宿題のことは考えないでおこう。で、それで、宮殿貸し切ると俺ちょっと正直よくわかってないんですけど、まあ海とかね。まあ、ビーチですよ。あと遊園地、まあ、ディズニーランドとか、ああ、言っちゃった。ディズニーランドとかね。まあ、ちょっと、宮殿はマジでよくわかんないんですけど、まあ、タージマハルってことにしとこう。みんなタージマハルって知ってる？なんかインドっぽい、インドカレーっぽいやつなんですけど。まあそんだけ。どこにしますかっていう。で、俺もうね、決めてはないんですけど、まあ夏っぽいからやっぱビーチが多いんじゃないかなと思います、みんなが。沖縄とかさ、好きでしょ？ビーチ。びっくりした、今ね。画面見てたらテイオイカがね、ビーチ泳いでたね。びっくりしましたね、目の前で。そう。まあ、そんだけなんですよ。まあ、今回も48時間うん、48時間なフェスなので、まあ、予定も入れずに、まあ、僕は、やろうかなと思ってます。7月13日から、15日。はい。海外も同じ時間なのでね、海外の人ともマッチもできると思います。そんなことで、みんなも選んだチームをさ、せっかくだからさ、コメントで書いてほしいんだ。どのチームが多いのか、うなチャンネルリスナーは、どのチームをみんなで戦ってるのか、やっぱ気になると思うんだよ。てか気になるんだよ、俺が。俺が気になるの。だから、よろしくお願いします。あと、宮殿に、対して、宮殿がいいと思った人は、宮殿のいいところを俺に教えてください。僕はちょっとよくまだ分かってないので、ビーチはわかります。でも、サメ怖いから、あまり海は、うなちゃんはあんま好きじゃないんですよ。海怖いから。で、遊園地。まあ、ディズニーランドとか、俺は好きな方なんですけど、なんか男の子ってさ、ディズニーランド、大人になると好きじゃなくなるらしいんだけど、なんでだろう？なんか並ぶからかな？まあ、僕は遊園地好きなので、ディズニーランドも好きなんですけど、まあ、絶叫は怖いですと。ふさのハニーハントぐらいなんか乗れるので、遊園地は全部ディズニーランドだと思ってます。はい。まあ、そんなこんなで、フェスが来るみたいなので、皆さん、待機して、楽しみましょう！じゃあね！